こんにちは、浅田聖子ティンです。という感じでポーズが決まりました。今回は足が速くなるためのストレッチを行います。まず腿まで来るような高いベッドの上なんかに、足を片方乗っけてもらいます。胸と腿をこういう風にペタンとくっつけていただいて、お尻を後ろに引きながら伸ばしていきます。で、腿の裏が伸びてれば OK です。台の上に乗ってる方の腿の裏が伸びてればしっかり伸ばせております。で、今度は反対もやってみます。胸と腿をくっつけて、で、お尻を後ろに引きながら伸ばしていきます。今ここが伸びている状態ですね。腿の裏が伸びてます。ここで気をつけていただきたいのが、腰や背中がなるべく丸まらないようにするっていうことですね。なるべくまっすぐを保ったまんま、お尻を後ろに引いて腿の裏を伸ばすっていうような感じですね。台の上に置いてある足は中心にしたり、ちょっと内側にしたり、ちょっと外側にしたりして、だいたい3方向ぐらいでそれぞれ伸ばすようにしてみてください。角度が違うと伸びる筋肉がだいぶ変わってきます。で、これから部活をするよとか激しいスポーツをするよっていう前なんかには、こういうように少し反動をつけてやった方がより運動前は効果的ですので、少し反動をつけて伸ばすような形でやってみてください。はい、ということで1時間目から3時間目まで足が速くなる授業っていうのをやらせてもらいました。本当はもっともっと細かい技術だったり足が速くなる方法っていうのはあるんですけれども、1時間目から3時間目っていうのを、まずは参考にしていただければなと思います。あと今後の予定ですね、まず休憩挟みます。次休憩では、筋肉都市伝説をちょっとやろうかなと思ってますので、そちらもぜひご覧ください。で、休憩挟んで4時間目以降はジャンプ力アップの考え方だったり、トレーニング方法だったりというのを教えていきますので、そちらもぜひご覧ください。はい、ということで今回の復習はこちら。わからない方概要欄見てください。じゃあまたね。Thank you.